こんにちは、アキスキッチンのアキです。今日は油で揚げないナスの煮浸しを作っていきます。美味しい築地の割合も紹介しているので、それらに注目しながら最後まで見てください。今回使う材料です。これらの食材を使って料理を作っていきます。ナスはまず上の部分を取ってあげて、縦半分に切ります。で、これも半分ぐらいに切って、このように切り込みを入れていきます。切り込みを入れることによって油が染み込んで、より美味しいナスの煮浸しを作ることができます。このように切り込みを入れます。材料もナスだけなんでね、本当に作りやすいと思います。焼く前にこのように約10分間水につけておきましょう。そうすることによってアク抜きができます。皆さん、この工程ちゃんとやってください。はい、10分経ったので取り出したいと思います。ちゃんとこのようにね、水分は取ってあげましょう。はい、それでは次の工程に行きたいと思います。フライパンに油を敷いてください。ちなみに油の量はいつも加えている量より多めで入れてあげてください。じゃあ、ナスを焼いていきたいと思います。ナスは皮目の部分をこのように下にして焼いていきます。皮目下にすることによって油ちゃんと吸収してくれるんで、ちなみにナスと油の相性は抜群にいいので、もう最高です。だからもうたっぷりとナスに油を吸わせてあげましょう。もうある程度したら裏返しちゃって結構です。全体的にナスに火が通ったので調味料を加えていきたいと思います。水が 300cc、 醤油、みりん、だしの素、お酒、これで沸騰するまで待ちます。沸いてきたので3分間このまま煮込んでいきます。3分経ったので火を消してこのまま冷めるのを待ちます。冷めてる時にすごく味が染み込みやすいので、ここでわざと冷ましてナスに味を染み込ませます。冷めたらもう盛り付けていきたいと思います。10分から15分程度冷まします。15分経って冷めたので盛り付けていきたいと思います。完成しました。それでは食べていきたいと思います。いただきます。あー、めっちゃ美味しそう。味が染み込んでてめちゃくちゃ美味しいです。やっぱね、切り込み細かく入れて、しかもアクもちゃんと抜いたのでめちゃくちゃうまい。もう副菜にもってこいの料理が作れたかなっていう風に思います。今回はナスたったの一つの食材で作ることができて、かつ待つ時間がかかってしまう料理にはなりますけども、工程も至って簡単な作りやすい料理なんじゃないかなっていう風にそう思いました。ナスの煮浸し、ぜひ皆さん作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。今回作ったナスの煮浸しの食材概要欄に載せておくので、よかったら皆さんナスの煮浸し作ってみてください。この料理以外にね、いろんな料理を作っているので、そちらの動画もぜひ見てください。その他に何か作ってもらいたい料理とかリクエストがあったら、じゃんじゃんコメント欄で書いてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。